どう、シアン。大丈夫？ええ、これちょっと力が戻ったかも。やはりこのミラーピースでしたっけ。シアンさんの別れた魂を戻すことで元の状態に近づいているようですね。わかるの？ええ、なんとなくですけど、雰囲気みたいなもので。うん、なんでもないよ。どうせ桜花はバラバラのピースを集めて復活するなんて、お手軽なパズルみたいですねなんて思ってるんでしょ。シアンさん、ごめんなさい。え、本当に思ってたの？いいもん、パズルだろうとロボットだろうと、私は GV がいればそれで。シアン。いいえ、そんな風に思ったことはありません。ですが、私 GV といつも一緒で、 GV の力になれるあなたのことを羨ましいなんて、そうずっと思っていたんです。でもシアンさんにはきっと、私にはわからない苦しみがあるんだって今になって思って。でもそんな風に思うことすらおこがましいですよね。だからごめんなさい。オーカ、あなた逆だよ。今の私じゃ GV を守ることはできても、GV の傷、心の傷を癒すことはできない。戦いで傷ついた GV を立ち直らせたのはオーカだ。守るだなんて言って、私はきっと彼の、ダメだよシアン、覗きは。でもあの子のこともっとわかるかもしれないし、なんかちょっと怪しいんだよね。私が GV を守らなくっちゃ。あ、彼女なりに君の体を元に戻す方法を調べていたみたいだね。こんなこと調べたって意味ないのに。バカ。エデンの連中が地下水道で何かの工作を行っているみたい。多分狙いは水道施設、ライフラインの断絶を狙っているんだと思う。分かった、被害が大きくなる前に止めてみせるよ。それともう一つ、指揮官は G7 の一人みたいだ。連中の工作を阻止しつつ、シアンのためにもミラーピースも取り戻そう。Thank you.
配置されているようだ。了解。光線を無力化しつつ前進する。ジブイ、雷撃輪を使うときは一旦水から出ないと。確か水に浸かった状態で雷撃輪を使うとオーバーヒートしちゃうね。雨や足が浸かる程度の水なら問題ないんだけど、水位が高い場所での雷撃輪は要注意だ。敵が多いな。もしエデンの工作で地下水道が機能しなくなれば、街に汚水が溢れることになり、それは伝染病の蔓延にもつながる。エデンのやつが本当に見境のない。しょごめん、少し呼吸を止めまして。その下、水が溜まってる。潜って進んで、オオカにはお風呂の準備しておいてと伝えておくね。助かるよ。
鋭い。何かセブンスの気配を感じる。今のが敵のセブンス。水を操る能力者か。GVにとっては特に厄介な相手だね。この程度の水流じゃ汚れは落ちねえ。もう少しパワーを上げてやるとするか。横から敵の攻撃か。この水圧まともに食らったら危険だよ。Thank you.
厄介だな。でも軽い策ばかりじゃないよ。ほら、服とか髪に付いた汚れが落ちてる。ゲートモノリス発見、先に進もう。ミラーピース欲しさにホイホイここまで来なすったか。だがこいつは俺の夢の実現に必要な力だ。返せと言われても返せねえよ。 G7 の能力者か。ミラーピースはシアンの力だ。力ずくでも奪い返す。サイバーディーバのためね。小せえ。あんたの戦う理由は海に比べたら小さすぎるぜ。見てな。俺はニムロド。戦う理由はただ一つ。美しい海を守ること。邪魔する奴は俺のリキッドのセブンスで洗い流してやるぜ。エレンは能力者だけの国を作るんじゃなかったのか。行くぜ。そいつはパンテーラのジョーちゃんの俺の夢だ。だがな、共通してる部分は他の汚れを減らす。これセブンスを持たない人々のこと。そんな風に海は広大だが無限じゃない。それを分かっていないバカ他には多すぎる。だからまず無能力者を排除して、カルバリスパッチ、他の人間を減らすのだ。お前さんも見ただろ、この地下に流れる大量の汚水を。この汚れを垂れ流す人間がカルバリスパッチ出ればそれだけ海の美しさは保たれる。ジョーちゃんの言う能力者だけの世界の権が出来上がれば、俺の海洋環境保全計画も進めやすくなるつうわけだ。自然が大切なのは理解する。満ち欠けだけど人々を排殺とも木図と消えな。アクアアバター、他に道はあるだろ。小せいぜ頑張ると。あんたそれでもテロリストだった男か。手段にこだわる小さな男じゃ大海原は守れねえさ。能力者と無能力者の区別、そんな小さな心で守れる海なんかありはしない。ほとばしアームドブルー、大海に溺れし歪償な心に光を示せ。海の怒りを知りな。帰りゃしねえ。こんなところで終われない。もう一つ聞こえる。GV お疲れ様。残りのエデン構成員は撤退していったみたいだ。了解、ミッション完了。これより帰還する。
GV、GV 大丈夫？私はここにいるから。 GV、シアンさん、どうかしましたか？オーカ、起こしてごめん。もう大丈夫だから。人の心臓の音を聞くと安心できると本で読んだことがあります。GV、 私の心臓の音聞こえますか？私がそばにいます。だから安心して眠ってください。私にはそんなことしてあげられない。